返し。完璧だな。怒るっていうより心配は当然してるだろう。ま、あいつのことだ。お仕置きの3つや4つは覚悟しといた方がいいだろうな。ん？お仕置きか？もちろんまともに受けるつもりはさらさらないぜ。ただいろいろあってな、これから会いに行くやつはちっとばかし面倒な事情を抱えてんだよ。私はここで立ち止まるわけにはいきません。城の中にいただけではわからなかったこと、本を読むだけでは学べなかったこと、このギルドに来てたくさん知ることができました。ですから。だったらそれをフレンのやつに直接聞かせてやればいいんじゃないのか。あいつもエステルが何を考えてこんなことをしてるかくらいわかってるはずだ。信じてるんだろ、フレンのこと。はい。いい返事だ。よし、話がまとまったとこで先を急ぐぞ。あんまり待たせるとあいつにグダグダ小言を食らっちまう。
すぎんじゃねえか。エステリーゼ様、お怪我はありませんか？はい、ユーリとギルドの皆さんがとてもよくしてくださるので。そうですか、よかった。ユーリ、手紙にも書いた通りだ。エステリーゼ様を返してもらう。んで、王女誘拐の嫌疑で俺もついでに国へ連行ってか。こちらも独自に調査を行い、事情は大方把握している。無論君にかけられている嫌疑が真実ではないことも調査済みだ。だが、だからといって無断で彼女を国外へ連れ出した行為を正当化するわけには。フレン、私はまだ帰りません。私たちの知らないところで大きなことが起きているんです。植物や魔物、それだけじゃない、たくさんの苦しんでいる人たちを私はこれまで見てきました。彼らをこのままにはしておけません。フレン、分かってください。ですが。いいのか、無理やり連れてったところでどうせまた飛び出しちまうぜ。その方がよっぽど危ねえんじゃねえか。わかりました。ただ条件があります。ユーリ、僕もギルドのメンバーに正式に加えてはもらえないか。おいおい、正気か。ああ、確かに。ホスチア採掘に関する各国の不穏な動向、不可思議な現象は
僕も気になっていた。それに国からはエステリーゼ様の安全確保が最優先任務として言い渡されている。騎士団のことは副官たちに任せて、僕は君たちと一緒に任務を遂行していこうと思う。任務ね。もう一つ、任務である以上、事の真偽が明白になり事態が落ち着いてきたら、エステリーゼ様には国へ戻っていただく。やれやれ、とんだへりくつを考えたもんだ。どうするんだエステル。私はそれで構いません。じゃあこれからはまたフレンと一緒にいられるんですね。そういうことになりますね。これからよろしくお願いしますエステリーゼ様。ちょっと付き合え。ん？どこにだい？ギルドに入んならリーダーに挨拶するのが筋ってもんだ。ああ、すまない。それなら少しだけ待ってくれないか。挨拶が遅れて申し訳ない。僕はフレンシーフォ、ガルバンゾ国騎士団で隊長を務めている。君の噂は聞いていた。これからよろしく。ああ、そういや紹介がまだだっけか。ったく、相変わらず律儀だな。ユーリが大雑把すぎるだけなんじゃないか。相変わらずなのはそっちもだよ。さあ行こうか。リーダーのところへ案内してくれ。どこにいても好き勝手言いやがるぜ。おはようございます、ルーク様。ん？ああ、はいはい。おい、お前。はい、何でしょうか。名前なんつったっけ。はい、ガルバン族騎士団隊長、フレン・シーフォと申します。フレン、フレンね、よし、覚えた。なあ、フレン、ちょっと頼みがあるんだ。聞いてくれるか。はい、私でお力になれることでしたら。したらさ、ちょっと暇つぶしに模型でも買ってきてくれよ。も、模型ですか。そうだよ、模型だよ、模型。こんなクソ狭い船の中にいて他にやることねえっての。ですが船内にはそのような売り物は。俺は今暇なんだよ、暇。分かったらさっさと買ってこいよ。じゃあな。フレン、どうしたんです、真剣な顔をして。あ、エステリーゼ様、おはようございます。何でもありませんので大丈夫です。そうなんです。でしたらフレン、少しお話ししませんか。私
昨日面白い夢を見たんですおいフレン、まだかよ。さっさとしろよ。はい、もう少々お待ちください。それでその時とっても面白いことが起きたんです。なんとフレンがユーリの服を間違えてきて。フレン、はい、相変わらずお盛んだな、フレンは。セルシウスから聞いたことを伝えに来たわ。かなりぶっ飛んだ内容だけど、一応話しておくから。創生の時について伝え聞いたという人の祖のことね。遥か太古、私たち人は精霊に近い非物質の存在だったらしいわ。太古の人、今の私たちの先祖は肉体を持っていなかったってこと？そう。そして物質体を自分たちで設計して、今ある人として地上に増え栄えた。これはつまり人の祖ってのはドクメントだけの存在だったということよ。自分たちの人たる姿や構造まで設計して、非物質から物質体を生み出した。あたかもミブナの里に伝わる人工精霊を作るように。だとするとソウルアルケミーはその当時にあった技術で現代まで細々と伝わっていたわけね。でも結局その創生の時のことを知る非物質の人の祖は今いないんでしょ？でも人の祖が残した遺構なら知っていると言ってたわ。遺構？天空にある宮殿ベラトローパよ。人の祖ベラトローパの民がその身を物質とするまでいた場所だって。そこにヒントがあるとしても、それも非物質なんでしょ？そうね、そういうこと。ベラトローパは精霊と次元を同じくした時もあったけど、ベラトローパの民が地上へ降りる時にさらに次元を隔てて隠されたらしいわ。非物質じゃ存在しないのと一緒じゃない。いや待って、非物質を物質に。何かいい案でも？あ、ちょっとハロルドと話してみるわ。